大学から、静岡ブルーレブズに入ってからなんですけど、やっぱり、ブルーレブズ自体がフォワード主体のチームっていうことでもあって、すごい、なんていうんですかね、スクラムであったりラインアウトの部分で細かい部分のこの微調整、足の位置だったりとか飛ぶタイミングだったりとか、スクラムだったら初めのセットの膝の位置だったりとかって、すごい細かいところを指摘されたので、大学の頃は何ていうか、もうがむしゃらにもう押していたんですけれども、何ですかね、もうこういうシチュエーションだったらこういうセットをしなさいっていう、もう何ていう、細かいルールは決まっていたので、もう初めはすごい、何ていうか、覚えることが多かったんですけれども、それが今になって自分のためになってたなって思います。そうですね、すごい、自分が試合出た中で印象に残っているのは、プレシーズン、今シーズンなんですけれども、サントリーサンゴリアスとの試合なんですけれども、自分がこのシーズンの中で、80分フルで出続けた試合でもあったんですけれども、結果は負けてしまったんですけれども、その時自分のパフォーマンスがすごい良くて、一生懸命がむしゃらにタックル刺さったりとか、あとはもうラインアウトを一生懸命飛んだりとかしていたので、その時、地元仙台からの、母親が静岡に来てくれたので、自分が頑張ってる姿を見据えたことがすごい嬉しかったですね。影響を受けた選手、ほとんど、受けたっていうか、たくさんの人に影響は受けたんですけれども、特に言うなら、外国人選手のリーダグラス選手がすごい僕は、なんていうか、すごい印象に残っていて、自分が、なんていうか、追いかけていた選手でもあって、マリー・ダグラス選手のようになりたいなっていう気持ちもすごいあったので、自分とすごい、なんていうか、似ている部分があったので、少しでも、なんていうか、マリー・ダグラス選手のなんていうか、いいところを自分のものにできたらなと思って、映像を見たりとかしてましたね。そうですね、セットプレーっていうか、ラインアウトの部分でいつもどういうコールしてるのかなって、どういうことを考えているのかなって、で、ちょいちょい聞いたりとかしていたんですけれども、そこはやっぱり経験値の差でもあるのかなって思って、やっぱりスーパーラグビーに出ていたっていうこともあって、いろんな舞台で活躍している選手でもあったので、そこから、少しでも学べるものはたくさんあったかなって思います。ファンの存在はやっぱものすごい影響大きかったですね。特になんですけれども、公式戦には出られなかったんですけれども、公式戦出られなくても、ファンサービスとか、ファンの皆さんとの交流っていうところを、手を抜かないで、接したことで、なんていうか、SNS であったり、自分がスタジアムで、ファンの対応してる時に、ファンの方から声をかけていただけたりとか、そういったこともすごい貴重な経験だったなって思います。応援してくれる方がいなければやっぱ成り立たないスポーツだなって思いました。レビニスタの皆さん、畑澤聡です。今シーズン限りで退団することになりました。これから先は別の道で進んで、頑張っていきたいと思います。これから先、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。